山形県坂田市のバイクは鈴木モータースです。今日はですね、日曜日ということで、朝は雪が降ってたんですけども、今から晴れてですね、今日一日から晴れる予報。ただ気温が低いんで、ちょっとですね、バイク乗る際は気をつけて乗らないとという感じなんですけども、先日金曜日モーターサイクルショーの方に行ってきまして、たくさんですね、研修と勉強させてもらって、夜はスタッフみんなでですね、楽しい宴をしたんですけども、モーターサイクルショー自体は今日が最終日ということでですね、金土日の開催だったので今日が最終日なんですけども、僕たちは金曜日の午前中がですね、業者枠だったので特別招待券をいただいて、行ってきたんですけども、日曜日の夜ってすごいんですよ。日曜日の夕方6時くらいで全部、6時かな、この前の時6時くらいだから、ちょっと時間はあれなんですけども、日曜日の最後になると、あれってモーターショーだっけかな、モーターサイクルショーだっけかな、キャンギャルがですね、一列にジャーって並ぶんですよ、っていうシーンを見れたりとかして、すごいこう、あれモーターショーだったのかな、まあまあそれはいいとしてですね、モーターサイクルショー今日最終日ということですね、行かれる方はですね、たくさん楽しんで来てください。鈴木のブースもめちゃくちゃ楽しかったですね。で、金曜日ですね、モーターサイクルショーに行った時に、これをですね、すべて仕入れてきました。もう最後ですね、荷物になるので買うのは最後にしようと思って、バーって回って最後に買ったんで、もう最後なんかもう工場長と2人で歩いてたんですけども、全部で大きい袋が5袋あるので、もうなんかすごいことになりながらですね歩いていたんですけども、嬉しいことに会場がホテルが近かったので、それすんですけど、あれ遠かったら大変でしたね。で、今日はですね、いっぱい仕入れてきたので、その中身をですね、ご紹介したいと思います。はい、まずはですね、これかな、まずは鈴木の傘でございます。これがですね、なかなかない傘なんですよ。特別な傘で、MotoGP でキャンギャルがいつも差してる傘なんですけども、めっちゃかっこいいなと思って、どこで売ってたのこれ、どこで売ってたのってずっと思ってて、やっと見つけたっていう感じなんですけども、あ、基本的にですね、この全部商品はですね、まあいっぱいあるんですけども、もし欲しい方がいたら差し上げてもいいかなっていうふうに思ったんです。基本的にはですね、僕も着たいのとかもいっぱいあったので、もしですね、あ、それ欲しいって、うちの LINE アットとか電話とかいただければ、ご注文いただければお送りしますので、お声かけていただければなと思います。もう自分のコレクションにしたいくらいめちゃくちゃいい商品ばっかりですので、いろいろ買ってきたので、もしご希望の方いれば電話か LINE アットかやっていただければと思っております。まずはこの傘ですね、値段、これすごいです、純正品番も書いてますからね、4800円税込みと書いております。これがですね、めちゃめちゃかっこいいんですよ、この傘、シャキーン、やばくないですかこれ、超かっこよくないですか。で、見えますか、ここにね、鈴木のタブもあるんですよ、これ、見えますか、見えるかな、これズームすると、これか傘の中からもかっこいいみたいな、逆光で、逆光で見えない、これこれですよ、これ見えないかな、あ、見えました、見えました、はい、うん、いやでも表面も半端じゃないですよね、これこの服装でこの傘してたら、バイクに興味ない方からしたら、あいつやべえみたいな感じですよねいや、やべえっすよこれ、超かっこいい、これ売ってないんですよ、本当にずっと探してたんですけど、会場で見つけたということですね。グリップも指にこうフィットするような感じですね、あるんですよ、握りやすいという。もう僕、自宅の傘置き場はこういう傘しかないので、これの RS31 バージョンとかですね吉村鈴木バージョンとかですね、そういうものしかもうないので。でもめっちゃ便利なんですよ、こういう傘って、すごい雨から守ってくれますからね、大きい面積で。これが2本買ってきました、4800円税込み2本ですね。いいでしょう、じゃあ傘ですね、まずこれが2本買ってきたということで、あとはですね、まあこれはカタログなんですけども、鈴木ブース行くとこのパンフレットがもらえます。で、あ、刀のパンフレットねっていう感じなんですけども、まあ実際そうなんですよ、刀のパンフレットなんですけども、これなんとですね、裏面がポスターになってるんですよ、刀の。どうですかこれ、やばくないですか、これ鈴木ブースで無料で配ってるのでいっぱいもらった方がいいですよ、
あの刀欲しいから部屋中にこれ刀のポスター貼りますからね。はい、かっこいいですよね。で、裏面がこんな感じですね。鈴木のいろんな紹介になっております。大丈夫ですか？はい、はい、よいしょ。こんな感じで、これ鈴木ブースでただでいっぱい配ってるので、刀をまたげる体験の列に並んでる時にもらいましたね。これは鈴木のメーカーの方が配ってますので。あとはスフィアライトさんのパンフレットもネオルの新商品とかももらって、ああもう一個ありましたね、やっぱり2ポスターです、これは。で、鈴木のブースでですね、買ってきたものがこれになりますね。これと、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 これという感じですね。すごいですよ、この袋も可愛くないですか。鈴木の用品型がついてくるんですけど、雲が車なんですよ。ウェイオブライフですね。いや、もうバリバリテンション上がりました。やっぱりああいうのってめちゃくちゃいいですよね、ああいうイベントって。で、これ何を買ったかっていうと、スズキのマグカップなんですよ。で、これがですね、限定湯飲みっていうやつで、あの、僕写真も撮ったんですけど、これにですね、どうしても写真を撮りたかったんですよ。これなんですよ、これスズキブースにあるんですよ。これで写真撮りますからね。皆さんもぜひこのカップの中に入ってください。で、シャリ聞いてますよね。 Do you know me? って、あなたは私を知ってますかって書いてるんですけど、湯飲みのことなんですよ。で、ここに入って写真が撮れると。で、この写真ですね、よく見るとセンスいいんですよ。これ実際ある感じじゃないんですけど、車辺に一寸って書いてちょい乗りとか、車辺に、泥って書いてジェベルとか、車辺に楽旅って書いて V ストローム250、車辺に3発 GT38で、車にいろいろでハスラー、これは車の方だと思うんですけども、うん、で、車に峠でガンマで、雷って書いて稲妻とかですね。あの、僕一番面白かったのが、車辺に裸の王って書いてビーキングなんですよ。裸っていうか多分ネイキッドって意味なんですよね、うん、で、王はキングなので、裸に王でビーキング、よく考えますよね、こういうの、うん、で、この湯飲みが売ってるんですよ、実際に使えるサイズで。で、これがですね、確か何個でした、限定200個とか、うん、先着順でしか買えないんですよ、うん、で、1人2個までっていうあの設定なんですよね。これ買えるなかなかレアなんですよ。1個900円です、税込みで。で、これが2019年モデルの湯飲み、これですよ。今初めて開けたんですけど、これですよ、スズキ。ここに全部書いて、車に究極でハヤブサ、アルティメットスポーツですからね。これ見ながら、俺ないのもかな、これで。焼酎のお祝いとかいいですね。で、下にも Do you know me って書いてるんですよ。これ本当バイク分かんない妻からしたら、何ちゅうコップ買ってきたんだって思われそうですよね。こんな感じないですからね、実際は。で、これが青と黒の2セットで、で、1人2個までなんで、これが色違いでありました。で、これを買ってきたと。で、これが2019年モデルなんですが、なんか分かんなくなりそうだからこうしようかな、こうして、今日ちょっと実際に店にね、あの、飾りながらお客さんにもご来店されると思うので、見ていただきたかったなと思って、今ちょっと出します。で、これがもう2個買ったんですけど、こっちは700円で、これはですね、2018年の限定湯飲みなんですよ、うん、まあほとんど同じような感じですけどね。これ水色、若干色が違いますね、比べると。で、もう1個が、あ、同じ色ですね、オレンジありました。オレンジもありました、うん、あ、今から行ってきますか、じゃあ。はい、じゃあこれですね。で、こっちがですね、1500円なんですけども、これまた純正品番ついてるんですけど、これがエクスター湯飲みなんですよ、うん、ごめんなさい、かわいさん、ハサミってありますか、はい、ありがとうございます。カーンとですね、これですよ、
ちょっと回してみて撮影してください。超かっこよくないですかこれ。これも3つ買いました。1500円の3つ。これが3つですね。買ってきましたよ、いっぱい。もうどんだけ飲むんだって感じですよね。はい、これがスズキのブースで買ったものですね。で、あとは、あ、そう、スフィアライトさんのブース行くと、この大きい服もらえるので、配ってるので、モーターサイクルショーに行かれる方、これをですね、配信もらって、いろいろブースもらえると、パンフレットとかもらえるので、やっぱり入れとけば、かなり楽だと思いますね。これ3つもいただいちゃいました。よいしょ。で、これは何だろう。自分でももう何を買ったか。あ、これはあれだ。お客さんからですね、ライドさんのブースに行ってちょっと買ってきてくださいってご依頼をいただいたので、それのものですね。すごいいっぱいある。まずはですね、この背中に貼るライドさんのワッペン、あの革ジャンに行くのつけてる方いますよね、それですね。1万5000円もするんですよ。すごいですよ、もうこだわってますからね、刺繍全部やって。で、ライドルっていう、ライドのアイドルがいるんですけども、ライドルのですね、国友愛香さんっていう方がいてて、お客様ですね、この女性のファンみたいで、この女性がちょうどブースにいたので、この女性にですね、お話をして、いや、ちょっとお客さんがファンで、買いに来ましたと言ったらですね、なんと、じゃあビデオメッセージもいいですかってお願いしたら、いいですよって言ってくれて、で、まあ今日編集して動画にアップしたいなと思うんですけども、このビデオカメラですね、国友愛香さんがそのお客さんの名前を呼んでもらって、ぜひこだわってをしょってライド集会に来てくださいねっていう言葉をいただいて、で、その後ですね、大好きって言って大好きって言ってって言ったらですね、なんとかさん大好きですも言ってくれて、もうお客さんにとってはですね、最高のお土産となったんじゃないかなって思います。で、この名前のシールもあるんですよ、四字熟語みたいな感じの。これは国友愛香さんのやつで、これが生涯現役とかですね。これもう平穏無事って読むのかな、ごめんなさい、俺漢字全然わかんないですけど。あとオートバイのステッカーとですね、最後が交通安全と、 あとこの新作のですね、バッジもいただきました。で、これライドの方が実際に乗ってるマシンのステッカーとですね、ライドさんのタオルと、カイロポケット付きネックウォーマーというですね、ものを3つもいただきました。いっぱいもらいました。本当にありがとうございました。はい、じゃあそんな感じですね。で、おはようさん。おはようございます。いよいよ新規を始まります。そうですね、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。風邪強いもんな。うん、そうですね。寒いやっぱり今日は水着だもの、うん、よいしょ。あれ本当に飛んだか。おかしい。はい、で、もう一個がですね、これが買ってきたやつが、スズキのエクスターのステッカーでございます。 MotoGP で使用されているブランド、スポンサーメーカーが入っているステッカーですね。かっこいいですよね。タイチって入ってますからね。これは1000円、1000円ですね。これが2つ買ってきました。よいしょ。で、こっからがですね、もうバンバン大きいものが来ますよ。見てください、これ鈴木貴博また買ったかって多分みんなが思ってるんですけども、こういうジャケットめちゃくちゃいっぱい持ってて、いろんなもうブルゾンタイプとか、なんていうの、シャカシャカのあったかいやつとか、フードタイプの、ベストっぽいけどモコモコのフードとか、いろんなこのエクスター系の服をですね持ってるので、もう自宅のですね、服かけるやつがめっちゃ青いんですよ。もう青しかないっていうのもあるので、もう本当にですね、妻からの多分また買ったのかっていうふうに思われるんですけども、今回は、まあ、多分ですね、僕のようにですね、毎年こういうジャケットいっぱい買ってるものからすると全部が違うんですよ。でも多分見てる方とかからするとですね、妻とかからすると何が違うなって思うと思うんですけども、今回ですね、違うのが、見てください、このですね、腕に鈴木って入ったんですよ、刺繍で。だし、こっちにもですね、 GSXWR って入ったんですよ。で、袖がこういう感じでちょっと特殊な感じでですね、なってて、
で、スポンサーもですね、全部刺繍でこういう風に書いてあって、なんか生地がですね、すごいあったかい生地なんですよ、これ分厚くて。こっちもスポンサーが入ってて、で、後ろがこんな感じで S って書いてて、めっちゃかっこいいですよ。で、これが値段結構するんですよね。13,800円するんですよ、一着。うん、これをですね、これがサイズいくらだ？サイズが M？ うん、これ M だ。これ M なんですけど、僕は M でちょうどよかったですね。ちょっと後で着たいなと思って。で、もう一個買ったんですよ。これが L ですね。全く同じもんの L。うん、L ですね。で、まだもう2袋ありますからね。よいしょ、青いのいっぱい買ったんですよ結構丈夫なジャケットなんでいっぱい持つと重いんですよね。で、これが全く同じ M です。 M です、これは M と、これはですね、今度 S を買いました、うん、はい、S も買いました。で、もうちょっとあるんですよ。サイズ違っても値段は全部一緒ですね。で、これが S です。 S2 着 S2 着ですね、買いまして、で、最後がですね、L。 だから SML を2着ずつ買いました。そうですね、で、これがポンチョレインウェアですね。あれが、鈴木ネクスターのポンチョ、1500円ですね。2つがですね、見てください、子供用の同じのがあるんですよ、うん、後ろこんな感じで、うん、超可愛くないですかこれ、うん、同じように腕に鈴木とですね、あ、こっち GSXR、WR 入ってないな。まあでもこんな感じですね、スポンサーロゴも全部今時のスポンサーロゴ入ってて、パパがジャケットをこっち着て子供がこれ着たらいいくないですか。で、雨の日にあの鈴木の傘を差すっていう。で、海外の赤ちゃん服の面白いのがこれで書いてるんですよ。24分の18マンスなので1歳半くらいの、12プラス6、18なんで1歳半で、うちの息子がですね今1歳2ヶ月なので多分ちょうどいいんじゃないかなということで買ってきました。で、もう1着ですね、これも買ったんですけども、これも子供服ですね、これは18マンス12って書いてるんで、ちょっと意味が分かんないですよね。どういう意味なのかな、ちょっと開けてみようかな。よいしょ、これは同じなのか、あ、ちょっと違う、ここにチーム鈴木ロゴが入ってますね。うん、うん、あと GSWR 入ってる、ここに、あ、こっちが鈴木と GS、 こっちがですね、あとリブもこんな感じになってますね、こっちは。いや、超かわいいっすね、うん、そんな感じですね、こんなに大量にですね、いっぱい買ってきました。こういうのって普段買えないんです、売ってないんですよ、うん、メーカーにもですね、例えばこの純正品番売ったとしても買えないんですよ。もうこういう、例えば MotoGP のモテギラウンドとかモーターサイクルショーとか、あとサーキットの出店してるアパレル屋さんとか、そういうところじゃないとこういうのは買えないので、去年か一昨年からですね、 RS タイツさんが MotoGP のスポンサーについたので、RS タイツさんから正規のジャケット、これも RS タイツさんのやつなんですけど、こういうのは買えるんですけども、RS タイツさんのカタログにないこういうのはですね、もう買えないので、こういうところじゃないと。なのでうちもですね、こういうふうに、しかもちょっとですね、安くなってるんですよね。はい、なのでまあこれ定価はですね、確か
今これ13,800円って書いてるんですけども、うちはこの金額で買ってるんですよ現地で。でこれ定価がですね、ちょっと待ってくださいね、普通に買うとイベントで買うと安く買えるんですよね。これがですね定価だと18,800円なんですよ、税込みで。それが13,800円買える、5,000円オフということでですね、まあそんな感じで買えるんですけども、まあもしですね、例えばこのジャケット欲しいっていう方いらっしゃったら、まあ、うちはですねこの金額で買ってるので、まあちょっとさすがにうちもそのまんまこの金額でお渡しになるとあれなので、一応販売させてもらうときは気持ちですね、ちょっとここから値段は上がりますけども、まあそんな感じ、定価、まあ要は定価になるわけですよね。なので、うちはこの件買ってるので、もしご希望の方いらっしゃれば、まあ今日行けばモーターサイクル買えますからね限定なので、まあ、でだけどももしご購入希望の方いればうちもですね、やっぱりこう商売でこの件が今買ってるので、定価の販売っていうのはなるんですけども、まあとりあえず M は僕が来ますけどね多分姉もさっき S 自分で欲しいなって言ってたので、僕 M で、僕182センチで今75キロなんですけども、よいしょ、 M がちょうどよかったですね。 M っていうかな、これ S か、これが M、 これが M だ、よいしょ、 よいしょ、これが M なんですけども、めっちゃかっこいいっすよこれ、よいしょ。まあ多分あれですよね、あんまりこうバイクに興味ない方もしこの動画見てたら、着替えたけど何変わんのみたいな感じですよねこんな感じです、M、ちょうどよくないですか、うん、いい感じですよね、うん、はい、こんな感じですね。これは僕の私物でございますまあそんな感じですね、大量にモーターサイクル買ってきたので、これ全然いっぱい在庫あったので、まあ今日が最終日ですけど、もし行かれた方は、ゲットしてみてはいかがでしょうかね、そんな感じでモーターサイクル買ったもののご紹介でした。